1978年設立。従業員数は2021年6月末日時点で約1800名、車両は約1700台保有し、グループ企業を含めると2021年8月1日時点で従業員数が2700名、車両は2350台保有する運送会社である。日本国内の東北地方から 九州地方にかけて六十カ所以上の支店などの拠点がある。長距離幹線輸送をメインとしたトラック物流会社である。航空貨物、郵便輸送、精密部品、冷凍食品、家具、路線便が輸送の中心。航空貨物仕様の特殊車両や空調車は全国的に見てもシェアが高い。運送会社の事業者数全国六万八千社の うち保有車両台数が1000台を超える事業者は0.1%であり、不順油は上述の通り保有台数が1700台となることから、車両の保有台数では上位0.1%に入る規模である。不順油は運送会社の中でも比較的 M&A に積極的で2010年代に入って多くの運送会社から 営業や株式の上等を受け参加に収めている。2009年に経済産業省の主催による中小企業 IT 経営力対象2009の IT 経営実践認定企業に認定されている。車両の見える化に取り組んでおり、全車に GPS を装着しウェブサイトで現在位置を確認できるようになっている等の先端技術を使用している。 富士運輸公式ウェブサイトの車両を検索ページから全保有台数のトラックの詳細情報が確認可能なシステムになっており、これは富士運輸独自のシステムである。また、車両車両位置検索を行うと、その車両の位置情報が地図で出るようになっている。これは NTT ドコモ社の簡単位置情報というサービスを応用し、 車両位置検索を行うとその車両の位置情報が Google マップ上に表示されストリートビューにも切り替えることができる。2017年8月に本システムを開発した部署を富士ホールディングス参加のグループ会社株式会社ドコマップジャパンとして独立させ車両位置情報システムをドキマップとして運送業界全体の効率化を目的に販売。 各運送会社の空車情報をポータルサイトにて共有、業界全体の空車回送率を減らす試みを行っている。ツイッターなどの SNS や YouTube などを活用した企業広報を取り入れており、会社の公認 YouTuber として活動する社員も在籍する。前述の通り、北海道と沖縄を除く日本全国に60以上の拠点がある。また、 グループ会社の拠点も含めると115拠点となる。整備部門である富士車両整備ではグループの車両の車検、整備を行う工場が下記の10箇所ある。ISO9001 の認証は本社で2002年に取得している。これは運輸業界ではかなり早期の取得であった。すべての管理システムをいち早くデジタル化し、 デジタルタコグラフドライブレコーダー GPS を業界の中でもいち早く導入し常に先駆者的な存在となっている三菱不装トラックの販売店としてトラックの販売も行っている2016年からセノプロブランドとしてトラックの二次仮装やドレスアップも行っており2018年9月には ドイツハノーバーで開催された商用車展示会、イヤー国際モーターショーに、自社で、ドレスアップした日の自動車のプロフィアを出展している。トラックの2台の温度を一定にし、輸送可能となる空調トラックを80台保有し、うちターンオーバーを5台保有し、全国でも空調トラックの保有台数は最多である。マイナス摂取5度摂取25度までの温度設定が、 可能な空調車は、医薬品、医療機器、精密機器等、マイナス摂取30度摂取15度までの温度設定ができる。冷凍車両は、食品や医薬品の輸送で活躍している。大型空調車、冷凍車合わせて、現在、計200台以上を保有している。医薬品、医療機器、精密機器等の輸送で活躍し、不自運の強みとなっている。 2013年3月に大型天然ガストラックを10台導入し長距離輸送を開始している。天然ガストラックはアメリカのシェールガス革命の影響で今後増加すると予想されている。2017年にもイスズ自動車が発売するギガ CNG トラックを2台導入している。2021年に ユールディコンテナを積載するため、2台打内高を3メートル確保した航空板を導入し、航空貨物の輸送で他社との差別化を図っている。2021年9月、三菱不走より2021年モデルスーパー、グレートを導入。低床四軸ショートキャブ、2台10メートルを確保し、排気量10.7リットルエンジンを搭載するため、 富士運輸の要望を取り入れ新規に開発された車両。2016年9月時点で国際規格の航空コンテナ積載可能である特装車を230台保有し、航空コンテナ輸送業界では日本最大の保有台数である。ありがとうございます。